ばんは。なんかちょっとひんやりしてますよね今。なんか夜だから特にかな。この間までめちゃくちゃ暑かったのにちょっとなんか寒いまではいかないけどちょっとひんやりしてるなみたいな感じがしますね。なんか天気がなんか微妙、最近ちょっとね微妙やから余計にひんやりするんかな。こんばんは。梅雨入り前なのかな、もしかしたら。ね、体調崩さないように気をつけないといけないですね。急にさ、この気温が変わったりとかするとね、そういうので体調の変化も出ますよね、やっぱり。あ、ラクバンチさん、ハートありがとうございます。お、心を込めてハート100個やってありがとうございます。こんばんは。こんばんは。そういえば今日ね、コンビニでハーゲンダッツのチャイのアイス見たんですけど、寒くて買うのやめました今日かと思って、まあ別にあれやけど、うんと思って、ちょっと今日は食べれなかったさすがに。買おうかなとか言ってる間になくなったり。でも意外とアイスのなんか期間限定品ってその店舗店舗によると思うけど、なんか終わってるところもあればまだ置いてるところもありますよね。あ、ラクバンチさん、ハート500個ありがとうございます。500、こんばんは。星も皆さんありがとうございます。
んばんは。もう少しで梅雨ね、全国的に入るのかな。関東も梅雨入りしてるし、関西も、九州も梅雨入りしてるのかな。東北も。梅雨って何日間ぐらいあったっけ。2、3、4週間もないか。あ、でも1ヶ月ぐらいか、梅雨って。そうか、関西も梅雨入り。週末、あ、そうなんや、今週末。そっか、言ってすぐじゃないですか、もうちょっとで。今日はボクシング、あ、ボクシングしてるんですね。こんばんは。ボクシングか。かっこいいですよね、ボクシング。1ヶ月か、結構長いですね、梅雨って。それが終わったら夏本番って感じか。夏本番と夏休みがみんな始まるのか。今年の夏はね、暑いらしいですよね。準備はいいですか。バロラントのキャラクターは世界中から集まるエージェント広告が流れます。アマゾンプライムビデオで独占で今見てます。あ、ボクシングですか。地上波でもやってんの。アイスが投げ込まれた。ひろまつありがとうございます。チラッとアイスが。またアイスありがとうございます。
の時間からさ配信することがさ多いからさ、私は、まあ、基本的になんとなく時間固定した方がいいかなと思って、この時間からすること多いけど、だからこの時間のテレビ番組何してるか全然知らないかも。この時間からのテレビ番組全然知らん。何してるんやろ。またアイスありがとうございます。チラッとチラッとアイスが流れてくる。こんばんは。でも明日までは9時、明日も配信できるんですけど、9時から配信できるんですけど、今月それ以降がちょっと時間がまばらになるかもしれないです。配信が今月はね、来月はちょっと分からんけど、今月だから、明日以降が何回できるか今月はちょっと読めないんで、明日までは9時から、はい、9時まで、9時から配信しますね。まあこの時間帯にさ配信してる人が一番多いのかな、やっぱ。まあ、見やすい時間帯っちゃ時間帯ですよね。なんか変な曲。星もありがとうございます。急に星が、あ、さかちさんもだるまありがとうございます。配信始まったらなんか通知来るようになってるんか、もしかしたらちょっと弾丸で始めちゃうかもしれない。なんか分かんなくて、ギリギリまで配信できるか分からんから。何？ドネアダウン、ドネアダウン。あ、ボクシングか。実況ですか。試合スタートしてるんですね。あ、フォローしてたら通知来るよ。あ、本当ですか。じゃあまあまあ、そんな10分ぐらいで配信終わるとかそんなことしなければ、まあまあ1時間くらい配信してたら、うん、まあ気づく人は気づくかなって感じかな。あんまりね、弾丸で配信することがないけど、ちょっとそうなっちゃうかもしれないです。あ、アイスが投げ込まれた。ゆがまつさん、ありがとうございます。カツオさんもハートありがとうございます。
皆さんは普段何時まで起きてますか？意外となんか寝るの早い人も多いかな。なんか私がさなんか喋りすぎて10時半過ぎとかまで配信してる時とか、なんかもうそろそろ寝ますっていう人とか多い。まあまあそれはお仕事やもんな。次の日お休みの前日とかやったらいいけど。12時か。まあ確かに携帯とかしたら意外とそんな時間になったりしますよね。あ、バラが降ってきたバラのシャワーや。カツオさんありがとうございます。はーいありがとうございます。バラシャワー、バラやね。違う、寝落ち。寝落ちはあんましいな。11時ぐらい。ああ、まあまあ早め。どうなんや。なんか早く寝てみようと思って、なんか早くちょっと早めに寝ようと思う時とかあっても、なんか普段の時間まで結局起きてしまうことが多い気がする。結局あんまり早く寝れないっていうか、もうなんかなんていうの、体内時計がこの時間に寝るっていう風になってると、なかなかそれよりも前に寝るってなんか難しい。めっちゃ疲れてる時とかやったら、まあ、寝れたりするけど。ワンちゃんハオー、あ、流れ星。ひかるさんありがとうございます。チームさんもバラありがとうございます。星集めてたらボクシング終わってる。あ、星もありがとうございます早いのか。ベッド入ったら秒で寝ちゃう。あ、羨ましいで携帯もする暇もなく、気づいたらもう寝てるみたいな感じか。眠くないけど布団に入ったら、入ってもなかなか寝れないってなると、逆に寝れないと思ったら余計寝れなくなりますよね。あ、ラクパンチさんバラありがとうございます。とか 眠かったのになんか 眠いなと思って寝ようと思ったのに、なんかちょっと携帯してしまって目が冴えちゃうとか、あーみたいな、寝ちゃったなーみたいな時とか。あ、ひろまちさんまだありがとうございます。早寝早起き、どうだろう。その時々で最近は結構変わるな。
前は結構ね本当に規則正しい生活をしてたんですよ。最近はそうでもないかも。前は本当に11時ぐらいには寝てた気がする。11時ぐらいに寝て何時に起きてた、うん、早く起きた。11時に寝たらたそりゃ早く起きますよね。7時ぐらいとかに起きてたのかな。7時もうちょっと早いかな。あ、平松さんバラありがとうございます。すごいバラだらけになってる。ほんまはあんまりしーひんな。本当にしないかも。夜とかだからけなんていうのこうちょっとゴロゴロってしててで用意してないけど寝ちゃうみたいなんですよね。あんまりないな。眠くなってからお風呂に入ったらもういやわかるわかる。眠くてあお風呂ちょっともうめんどくさいなみたいな、なんかメイクとか落とすのもちょっとめんどくさいなと思ってもうちょっとしてからお風呂入ろうとかっていう風なのを伸ばして伸ばしてしてバイバイもうこんな時間だみたいなっていうのもあるから、もうチャッと入らないといけないですね。すぐによし見て準備しないと。めっちゃ実況ありましたね。ボクシングの。でも私も全然知らないからちょっと入っていかれへんかったわ。話広げれなかったです。ボクシングについて。私あれは早寝早起き、確かにめっちゃ早寝早起き、早寝早起きやし、なんかお昼寝とかもしてますよ。めっちゃ早く寝てるイメージがある。8時ぐらいとかもだから朝のもう4時ぐらいに起きてみたいな。でもそれでも8時間寝てると思ったらなんかすごい健康的ですよね。で朝の4時に起きてでまたお昼にちょっと寝てみたいな。めっちゃそう思ったら健康的。冬とかはもう真っ暗やけど。でも絶対にもうこれだけはなんかもうメイクしたまま寝るっていうのだけはもう絶対にもう何が何でもしないっていうのは決めてるから、今までそうなったことはないけど、メイクしながら寝るとか、うん、どんだけもうわメイク落とすのもちょっとめんどくさいなとかってなってもメイクだけを落とすようにするの。っていうか寝る時間が短くなってもお風呂は入るみたいな。え、さっき試合始まってもう試合が終わったんですか？え、そんな早く終わんの？パン屋さんとかすごいですよね本当に。だってさ2時とかさもうその時間からさやってる人とかもいますよね。朝さなんか7時オープンとかさ6時オープンとかの朝早めのパン屋さんとかやったらそうなりますよね。大変本当にパン屋さんは絶対なれない。本当に
いよね、そう思ったら。それがあるから美味しいパンを食べれるっていうさ。本当にね、すごいですよね。大変。だって2時から寝る時だってありますよ。あんまりしたくないけど、あんまり日付をまたいで寝るっていうのはあんましたくないけど、でもなんかそうなる時もあるし、本当にモカパン屋さんどうよ。やらないな。やパン作るのは好きですよ。その普通に趣味として、趣味でパン作るのは好きやけど、ちょいちょい作ったりするけど、仕事となるのはまたね大変ですよね。ねえ、通勤の、確かに工場とかのパンとかあったらさ、あれやけど、普通にパン屋さんってなったら、お、パン屋さん行ってきたって。何買ったんですか、パンね。小麦も値上がりしてますもんね。結構大変ですよね、小麦値上がりしたら何でも高くなるじゃないですか。なんか好きなパン屋さんがあるんですけど、そこのパン屋さんがあのその小麦の値上がりがあるから、ちょっと価格変更で値上がりしますみたいな、20円30円とか、なんかすいませんみたいなっていうのインスタやったかなに書いてたんですけど、でも正直、いや値上がりするのは確かに、まあ、しない方がいいに越したことはないんですけど、でも美味しいさものやったらさ、20円30円高くなろうがさ買いますよね。私やったら全然、え、全然逆にね、それでさ大変な、なんていうの、思いしてさ経営するよりさ、値上げってもさ買う人は買うしね、美味しいパンやったら買いますね。2ラウンドモカパンチKO で3団体統一。全然分からへん。あ、クロワッサン、クロワッサン美味しいね。どんなお店があるもんね、クロワッサン。私あんまり買わないんですよ、パン屋さん行って。クロワッサン好きなんですけどね、絶対あったらパン屋さんで買うのは、何やろ、ベーグルとか買うかも。ベーグルと、クリームパンも好きです。また秋に値上がりするんや、小麦。逆にそうなったらさ、お米はいいってことかね。ごめん、そんな値上がりしい日にやったらさ、まあ小麦よりもね、お米の方がいいし、正直健康的には。って思ったら、こんばんは。改めてビーグル美味しいね。東京でさ美味しいベーグル屋さんあるんですよ。
茹でるやつ。めぐるも作りますよ。普通のパンよりベーグルの方が簡単。簡単に作れる。米粉の特集してたようやって。なんかさ、グルテンフリー米粉でさ、私もパン作ったことあるんですよ。食パン、グルテンフリーのパン作ろうと思って。やっぱ難しいですよね、米粉は。ほら、グルテンがない分さ、その膨らみ、ふわふわするっていうのが難しいっていうのかな。パンとかやったら特にどうしても米粉特有のなんかもっちり感みたいなのが出ちゃうから、やっぱね、なんかお菓子とかパンとか米粉で作ると、なんか、あ、小麦ってすごいなと思う。小麦のあのグルテンの力ってすごいと思う。塩パンですか？塩パンね、美味しいね。この間作った。最近でも多いですよね、グルテンフリーのさ食べ物とか、ビーガンの食べ物とか、そういうヘルシー綺麗な感じ。なんか本屋さんとかでもさ、本見てると、そういう健康の本みたいな見てたりすると、なんか小麦のそのは腸に良くないみたいな。特に日本人はその体質には合いづらいみたいな、小麦がみたいな、そのグルテンがあんまり腸にお腹に良くないみたいな、とかなんかそういう本とかなんかいろいろあったり、ネットとかにも結構いろいろ載ったりするけど、なんかあるのってなんか調べれば調べるほどさ、なんかこういう考え方もあるけど、でもなんか別に食べても大丈夫っていう人もいるしみたいな。まあ、アレルギーとかじゃなければ別にそんな気にするほどではなんかないみたいなっていう考えもあるし、なんかいろいろ考え方がありますよね。なんかね、あ、くやたかさん、レインボースターありがとうございます。かつおさんもバラありがとうございます。しないだったらね、米粉とかさもっと安くしてさなんかグルテンフリーのパン屋さんとか増えたらいいのにな。あ、高橋さんもさくらんぼありがとうございます。まあでもさ、日本食作るときに、日本食って普通にご飯作るときに、夜ご飯とか、まあ、お昼ご飯とか朝ご飯とかでも作るときにね、なんかそのお惣菜に合う食べ物ってやっぱご飯になりますもんね、どうしても。あんまりパンに合うってなったらやっぱなんか洋食とかになっちゃうから、食べ慣れた味はやっぱね、ご飯に合うものになりますよ。
だって無性にさ、なんか納豆とご飯食べたくなる時あります。納豆とご飯とお味噌汁みたい、粗食みたいやけどなんかね、あるんですよ、納豆とご飯の組み合わせ食べたいなみたいな。お米高い、高いのか、お米は。ねえ、ご飯に合いますよね、本当に。あ、ルーム見つけた、やって。初見です。ありがとうございます。はじめまして。雪魚でパンは、いやー間違いない。普通に焼き魚定食にさ、ご飯じゃなくてさ、ね、なんかバケットとかついてたらさ、なんかちょっとおかしいってなりますよね。どうやって食べんのみたいな。でもなんかサバサンドとかありますよね、サンドイッチにサバが入ってる、焼いてるサバが入ってるやつみたいな。意外と美味しいんですよ、でもあれそう、焼き魚とか意外とあったりもしちゃうんですよ。まあそこにお味噌汁とかついてるおかしな話やけど。納豆好きですよ、納豆もお味噌汁も。お味噌汁は毎日飲んでる。納豆とお味噌汁も好きやし、まあお味噌作っててお味噌作り行って前に作って、もうちょっとしたら食べれる。まあ今でも食べれるっちゃ食べれるけど、もうちょっと発酵させて。そう、お味噌汁はね、でもちょっとね、最近はこのなんか冬とか寒かったからさ、その朝もうあったかい飲み物をいつもなんか飲むようにしてたけど、でもなんかお味噌いいなと思って、お味噌汁で、お味噌汁をそう毎朝飲むようにしてっていう風な感じにしてたんですけど、最近ちょっと暑くなってきたからさ、あんまり汗からなんかキンキンに冷えたものも私あんまり好きじゃないけど、あんまりホットな飲み物もなんか飲む気にならなくて。あ、ヒカルさん、ダルマありがとうございます。ダルマかと思ったら可愛いやった坂地さんありがとうございます。あ、ダルマ100個ありがとうございますそう、温まる分ね、あのまあ今日とかやったらいいんですけど、これから夏になったらちょっと暑いなっていう、ぬるめにするかぬるめにするか。って感じか。なんだっけ、冷や汁、どっかの郷土料理みたいな。冷や汁やっけ、あれなんかお味噌使ってますよね。お味噌となんかすりごまとかやったっけ。そう、でもお味噌作ってもう少しでまあ使えるっちゃ使えるから、それをちょっと楽しみに待ってる。あ、宮崎、山形。どこやろ。宮崎も行ってみたい。
でも九州やったら私は熊本に行ってみたいかも。熊本行ったことないから。沖縄とかもまあ行きたいけど熊本行ってみたい。桜島、熊本、鹿児島あたりに行きたいかも。そっちの方でもさ、九州やったら2泊3日とかやったら、あ、まあでも2泊3日はちょっとあれかな、ちょっとキツキツになるけど、例えば熊本と鹿児島行こうみたいなって思ったら、3泊4日とかやったらまあ回れるっちゃ回れますよね。味噌作りね、楽しかったですよ。なんかその人の、その作る人によってそう味が変わるらしい。発酵の度合いとかそう変わんねんて。面白いですよね。とかその麹が多い方が甘みがあるとか、発酵の長さが変われば味ももちろん変わるし、いろんななんか大豆以外でもそうお味噌作れるし、あ、馬刺しか美味しいですね。通販レシピ考えて、レシピと一緒に送ろうかな。じゃあ、確かにね、レンタカー借りていくのありですね。楽しそう。配分、あ、配分、あ、うん、なんだよ、お店の作った時はなんか、いや、決まってました。決まってて、今回はこれを基本にするけど、例えば次もし自分で作る時とかはこういう風にしたら甘めの味噌ができるし、こういう風にしたらこういうお味噌ができるしっていう風な教えてもらった。あ、カツオさんって言おうと思ったらなんかいろいろ混じってカツオくんって言いそう。誰もありがとうございます。めっちゃ緑、久しぶりの緑。麦味噌美味しい。いろんなね、お店あるからね。野球しようぜ。サザエさんのカツオくんってことか。一瞬でも急に野球しようぜって言われたんやけどと思ったけど、そういう意味じゃないか。野球はルール知らんからな、難しいな。最近ね、どこでもさ、
レンタカーそう借りれるからさ、すごい便利ですよね。どこでも。あ、さかっちさんもだるまありがとうございます。気づいたブルーになってた。だるまがブルーや。アクパンチさんありがとうございます。だるま祭りブルーになってた。だるま祭りです。3日以上、じゃあ3泊8日とかやったらいけるか。九州横断みたいな。横断旅いいね。九州の方も行きたいし、あと、うん、どこだろうな。でも冬に福井も行ってみたいかも。いいですよね。あ、四国ね。確かに四国も行ってみたい。行ったことな、あ、行ったことない、ないかな。小豆島は行ったことあるから一応。新車の納車1年待ちらしいやって。1年待ち、やば。まあだって便利やもんな、レンタカー借りる方が。需要がすごい高まってるから追いついてないのか、需要と供給が。あれ、小豆島ってさ、香川やったっけ。また行きたいな。徳島、なんか徳島も良さそう。あ、ですよね、やっぱ香川やんな。小豆島行ったから一応四国かな。船で行った。そうですね、淡路島は兵庫ですね。淡路島は何回も行ったことあるけど、
いいですよね。でも淡路島もなんか最近いろいろなお店も増えてさ、おしゃれなお店も増えてるし、オリーブオイルやったっけ、オリーブ有名ですよね。絶対今行ったらオリーブオイル買って帰る絶対美味しいと思う。やっぱ観光、観光地化されてる場所ってさ、地元の人って確かに行かないですよね。だからさ、地元の人がおすすめのお店とか、例えば、ね、なんかネットとかになんかここの県に行ったらここの店がおすすめみたいなって書いてるところとかも、なんかもう観光地化されちゃってるみたいなところありますもんね。それを思うと、なんか地元の人がおすすめしてくれるところに行くのが一番ですよね。まだなんかその観光地化されてないし、穴場なスポットみたいな感じがして、聞く人間違えると2,3って。そういう場合もあるんですね。自分との相性ですね。そうだった、味覚の相性が大事ですね。でももう今はさ、なんかどこか出かけるとかにしてもさ、その例えば旅行でどっかの県に行くってしても、なんかおすすめのスポットとかもなんか、ね、まあ、ネットでもまあちょっと調べてはみる、ほとんどインスタで調べることの方がなんか多いですね。なんかネットよりも最新情報って感じがして、あ、ガクパンチさん、ブルーダルマありがとうございます。気づけばグリーンからブルーに変わってた。グルナビ、食べログじゃなくてグルナビなんです、ね、なるほどね。複数の人に聞いて、でみんなが美味しいっていう一つのお店を絞ってみたいな感じか。
まあ確かにね、人に聞くのが一番ね、ありいいですよね。そこに住んでる、まあ住んでる友達とか知り合いの人がいれば。でも意外とさ、その行きたい地方の人とかいますよね、周りに。だってさ、この配信でもさ、ね、いろんなきっとさ、地方に住んでる人が多いと思うからさ、ここで聞いたら。インスタ使いづらい。映えね、映え系のお店。ここできっとだからどこか、まあこの夏でも、うん、まあ、今月とか来月とかでもどっかの県に旅行行く人がいたら、ここでなんか来週どこどこに行くんですけど、お店のおすすめのスポットとかお店はありますかって聞いたら、きっと誰かしら何かしら答えてくれますよ、絶対に。って私は思ってます勝手に。そのところに、その場所に行ったことがある人とか絶対いると思う。あ、坂地さんありがとうございます。私は聞いてこないだろうけど、うん、どうだろう。でもなんか聞こうかなって思ったときは聞くと思う行くで、みんな来ないですよ、大丈夫、来ない来ない。そんな大変になるようなことにはならないですよ、大丈夫ですよ、そんな。アフタヌーンね、アフタヌーンしたいな。去年めっちゃ行ったからな私去年めっちゃアフタヌーン行った。そういえば何回ぐらい行ったよ去年。1、2、
5回ぐらい行ってる、5、6回行ってるかも、去年。すごいな。こんばんは。今年はまだ行ってないかな、多分。うん、今年は行ってない。あ、今年、あ、今年行ったか。今年1回行ってるかな。バスツアー楽しそう。バスツアーあったらどこ行きます？でもバスに乗れるぐらいやったら、バスツアーで、バスツアーで広島。さっき鹿児島とか熊本とか行きたいって言ってたのに、広島みたいな。確かにバスツアーやったらそれこそ九州横断みたいな楽しそうですね。九州横断旅みたいな。あ、そうなんや。ミルさんがバスツアー楽しそう。みんなだからあれか、結構そういうイベント系やってるもん、やってる人多いのか。あ、BBQ、 バーベキューいいな、やりたいな、楽しそう。確かに梅雨明けた後とか、まあ、暑いけどね、いいですよね。バーベキューってさ、美味しく感じますよね。なんか一段と美味しく感じる。バーベキューと、そうね、花火。海の方でバーベキュー、山の方やったら、山だったら、まあまたちょっと違った楽しさが。どこでしよう。長野県あたりでしますか、山の方で。あえての長野県。どこかしら新幹線が止まる県の方がいいか。めっちゃ少なくないですか、長野県とかにしたら。いなんか行きづらいわみたいな。え、長野も新幹線止まんの？え、止まらへんと思ってた。なんか東京からなんか違う特急列車みたいなの乗って、何あれだと思ってた。
あ、知らんかったわ。あ、北陸新幹線か。なるほどね。そういうことか。長野ね、行ってみたいんですよね。軽井沢の方行ってみたい。去年行こうと思ったんですけど、それもね、なんかちょうど去年行こうと思ったタイミングで、なんかコロナの感染者数がなんかブワってなっちゃってそうっていうのと、行きたかったホテルがあったんですけど、泊まりたかったなんかいい感じのなんかホテルがあったんやけど、そこがなんか全部埋まっちゃってて満室みたいな、いろいろ重なっていけなかったんですよ。軽井沢はね、いいですよね。行きたい。伊勢神宮も行きたいですね。伊勢神宮とかも最近全然行ってなくて、え、なんか今流れてきた、何これ、広松さんありがとうございます。これ何、あ、花束、花束が投げ込まれためっちゃでっかい花束、ありがとうございます。プレゼント、ここにある花束広松さんありがとうございます。落ちてる花束長野はソースカツ丼、ソースカツ丼、有名なんですね。ソースカツ丼、なんかカツ丼ってさ、なんか卵乗ってるイメージ、乗ってる、なんか卵で閉じてご飯みたいなイメージやけど、こんばんは。その上にソースがかかってるってこと？ってわけでもなく、ありがとうございます。知らなかったな。いや、日本のね、食べ物ってさ、美味しい食べ物、日本の美味しい食べ物って茶色い食べ物多いですよね。だってさ、なんか煮物にしても茶色いじゃないですか。なんかやっぱ茶色い食べ物って美味しいんですよね。あ、ハートもありがとうございます。
でも私カツ丼あんまり食べないんですよね。あのせっかくのさカツがふにゃふにゃになってるのが私はあのもうカツはカツだけがいいってなるかも。とかカツカレーとかもさ、ほらあのルーがかかるとさちょっとべちゃってなるじゃないですか、せっかくの衣が。それがいいのかな。あ、ソースカツ丼は卵とじではないんですよ。あ、そうなんや。へえ。あ、平松さんありがとうございます。新潟も有名？結構いろんなところにあるんですね、名物。同じ名物がちょっと違うんかな。でもそのソースの味とか。新潟もいいよね。お米が有名くんぐらいか知らんか知らんけど。カツが食べれない、あんまり好きじゃない。芋タレとか親子丼。あ、親子丼ね、美味しいよね。でも私親子丼好きやけど、あれが好きなんですよ。なんだっけ、あのお揚げさんの方、お揚げさんと絹笠丼って言うんだっっけ、あれが好き。ね、お腹すきますよね、こんな話してた。新潟もやっぱさ、その寒い地域の食べ物って美味しいですよね。北海道もそうです、新潟とか秋田とか。でやっぱそっちの地方の人ってなんか肌が白くて可愛い人多いですよね。秋田美人とかも言うじゃないですか。肌白いの羨ましい。なんかその普通に白いじゃなくて透明感のある白さじゃないですか、そっちの地域の地方の出身の人ってさ。そのあの白さめっちゃ羨ましいなって思う。あ、絹笠丼って京都の名物なんや。あの親子丼の私はあの鶏の皮の部分がちょっと苦手なところがあるんですよ。あれがあれを取ってたら別にいいんですけど、それに比べて絹笠丼はシンプルであっさりしてるし好きなんですよね。あ、九州出身。でもさ福岡も福岡でさね、可愛い人多いじゃないですか。方言も可愛いし。いや方言ずるいよね、本当にめっちゃ思うね。なんか何々だけんとかめっちゃ可愛くない？めっちゃ思うもん、めっちゃ可愛いなって。そう、福岡も可愛い人多いし、そっちの東北の方とかの人もなんか肌白くて綺麗な人多いってイメージがあるかも。ってなったら真ん中の真ん中の地方どうなのみたいな感じだけどあれみたいな、真ん中のあれ関西関東とかどうなるみたいな。
京都弁ってないんですよね。いやあるんですけど、あの若い人は使わないですよね。やっぱあのほらずっと京都に住んでるおばあちゃんとか祇園とかに住んでるような人とかはまあ使うと思うけど、東京まあさ、東京出身は出身でさね、なんかこうもうシティボーイシティガールじゃないですかだからさ、その人よりも情報が早いっていうのはいいじゃないですか。だって関西とかでもやっぱさ、東京の方が先に何でも情報が入るからさ、関西やったら、まあ、大阪とかやってもさ、ちょっとやっぱさ時差があってからのさ大阪になるから、何でもあー何々じゃろう、あーじゃろうっていうイメージある。確かに、バカにしてないですよ。あ、ケーキタルト平松さんありがとうございます。やった、ケーキ食べれる。ホールケーキなんて久しぶりに嬉しいな、ありがとうございます。ケーキもらいました。皆さんでシェアしましょう。いや関西の人はね、どこに行ってもね、やっぱなんて言ったらいいんやろ、関西弁でどこに行ってもすぐに、結構主張が激しいじゃないですか関西弁ってだからなんかどこに行ってもすぐに分かりますよね。なんかなんて言ったらいいんやろ、例えば九州の人とかでもなんか基本ベースは標準語に近いじゃないですか。で語尾がちょっと違うとか、もう関西ってさ基本ベースがもう関西やからさ、もう関西色がすごく強くなりますよね本当に。日本海側の人って冬湿度が高いから肌切れ説がある。あーなるほどね、そういうのもやっぱ関係してるのかな。でも確かに島根に住んでる、あ島根出身の方がいる、知り合いの方がいるんですけど、めっちゃ肌綺麗、白くって、いや確かに関西でも若干違うかも。なんかめちゃくちゃ関西弁な人もいれば、なんかめちゃくちゃ本当になんか、でもそこまで関西弁強くない人もいればみたいな。なんか私が思うのは、なんか外でサラダ食べようみたいな、サラダ注文するときとか、サラダ、これは分かんないです、これ私が言い方はサラダなんですけど、違う関西出身の子とかでサラダっていう人とかもいるから、同じ関西でもイントネーションが違う、どっちが関西でどっちがどうとかはちょっと分からんけど、乳児行って
日本人行っても標準語話したら避けてたやばい関西弁のところに。サラダ、サラダとか、うん、言う人結構でも言いますよ。サラダっていう人、サラダのこと。なんか何やろ、すごいジェットコースター並みにこういう抑揚が激しい関西弁もありますよね。私それやここにいたサラダの人発見した。あ、そうそうそう、ユニバのイントネーションと一緒。ユニバでも関西の人は全員も多分そのユニバっていう人いないと思う。関西以外の人はユニバって言うじゃないですか。そう、でも関西は、関西出身やと大体みんなユニバーやから、ちょっと違います。面白いですよね、関西の中でもさ、イントネーションが違うって。だって標準語ってさ、そのさ違い、イントネーションの違いってないじゃないですか。もう関東で生まれ育ったらみんな一緒やけど、関西ってすごいですよね。関西色めっちゃ強い。私も皆さんありがとうございます。確かになんかこの関西じゃない地方の方が結構なんか関西弁をなんか喋ったり使ってみるみたいなでしてる時とか、そこはちょっと違うねみたいな、そこはなんかこうやって言うねみたいな、でも言いたくなっちゃうのはわかるかも。そう、何々やねん、なんかやねんとかもなんかやねんみたいな、何々やねんでなんか標準語の人は言っても、関西やったら何々やねんっていう風に、そう、これの言い方がちょっと違うねんとかめんどくさいですよね言っちゃうかも。いやでも間違いない、そう、関西の人とかが喋る方が標準語にねするのって難しいですよね、めっちゃ。そう、伊勢関西弁めっちゃ気になるけど、でも確かに言われてみれば伊勢標準語も気になりますよね、そうなったら。うん、関西人でマックって人がいて驚いて、私もマックって言いますよ。マックとセブンっていう、いつの間にか変わってた、マックとセブン。でもファミマはファミマです。ファミマはファミマ、でもマックとセブンだけはマックとセブンなんですよ。そう、なんかね最近あんまりなんかセブンのことをセブ入れって言う人があんまり周りにいなくて、たまに聞くとなんか懐かしく感じるんですよ。あ、セブ入れそうや言ってたなみたいな。あ、でもミスドはミスドですよ。そう、
密度は密度、密度とファミマはファミマ。そう。セブ入れ。ミスドはミスド、ケンタッキーはケンタッキー。たまに KFC っていう人いるけど、確かにミスドはミスド。え、ミスド、多分これこの言い方もさ関西弁ですよね。ミスドってミスドユニバ、あ、一緒一緒ですね。確かに一緒。こんばんは、言ったかな、こんばんは。あ、もう10時半だ。そろそろ今日は終了としようかな。せっかく今来てもらったけど、もう10時半になっちゃったので、今日はそろそろ終了としようかなと思います。ユニバ、なんか標準語だったらなんかユニバっていう人が多いんですよ。でも関西やったらユニバ、ユニバってなんか下がる感じ。こんな話してて確かにバッサリと、いやだって長々と喋りすぎてもあれかなと思って。もう皆さんも寝る時間かなと思って。勝手に寝る時間決められてる。ではでは、今日の順位を発表したいと思います。それではまず第13位がラグオタさん、第12位がタダシさん、第11位がえい、ん、ちゃうちゃうちゃう、あいちゃんさん、第10位がタティさん、第9位がダークネスさん、第8位が修造さん、第7位がヒカルさん、第6位がイッスイさん、第5位がサカッチさん、第4位がカツオさん、第3位がガクパッチさん、第2位がクヤタカさん、そして第1位がヒロマツさんでした。おめでとうございます。そして皆さん今日も見に来てくださりありがとうございました。またこんな風にね、あの関西弁の方言トークで終了しちゃいましたが、明日も9時から配信できるので、あの明日は9時からなんですけど、それ以降がちょっと最初にも話したんですけど、まばらな配信になりそうなので、時間帯とか今までは9時ってずっとしたんですけど、ちょっと不規則な時間になりそうなんですけど、明日は9時からできるので、ぜひお時間ある方はお待ちしております。それでは皆さん今日も見に来てくださりありがとうございました。ではいい夢見てください。バイバーイ。